はい、今日はですね、Windows と NAS に関わる話なんですけど、ファイルの検索のツールでいいのが出たので共有しておきたいなと思います。まあ、自分のストレージが、まあ、パソコンの中の SSD なのか NAS なのかわかんないですけど、まあ、どっかにあった時にそのファイルを探そうと思った時にどうやって探すかって話なんですけど、まあ、Windows だとこういうよくあるエクスプローラーってやつの探したい場所を指定して、この上の検索窓のところにワイルドカードとかそういうのを使ってチャカチャカっと検索する感じになると思うんですけど、まあ検索がその場で走るので、まあ、フォルダの容量が大きかったりファイルの数が多かったりすると全然見つからんという話になると、こういうシノロジーの NAS みたいなものを使うと一応なんか全文検索エンジンみたいなのがついていて、ここに虫眼鏡マークがあるんですけど、ここにファイルの中に含まれてその文字列を入れるとバッとリストは出てくるんですけど、こういうアバウトなドキュメント、写真、音楽、動画みたいな、まあ、こういうざっくりとしたカテゴリー分けでファイルがあるなってことぐらいしかわからんという感じなんですが、私が5年ぐらい前から使っているツールが1個あってですね、このエブリシングっていうフリーソフトなんですけど、これが素晴らしく良くて、知らない方はぜひ使ってみてほしいんですけど、まあ、強力な検索ツールです。どういうものかっていうと、こんな感じで普通のウィンドウが開くアプリなんですけど、どこを探したいですかみたいなのをフォルダとして指定する感じになります。今ちょっと私は NAS の特定のフォルダだけを選んでるんですけど、まあ、C ドライブとか D ドライブみたいなパソコンで使っている SSD のフォルダとかを選んだりもできます。あらかじめバックグラウンドで検索をしてデータベースとして持っておくみたいな使い方なんですけど、この日のこの時間に更新みたいな感じで設定するようになっています。でこれをやっとくとですね、こんな感じでファイルがリストとして出てくるんですが、もうめちゃくちゃ早いんですよ。 JPEG のファイル探したいとかなると .jpeg とかって入れると、もうリアルタイムでバーっとこう出てくる感じで、サイズが大きい小さいみたいなのでソートかけたりとか、フォルダがどこにあるんだみたいな感じでこうやってソートかけたりとかこうできるので、かたやこの Windows の何の役にも立たない検索窓なんですけど、まあショートカットを考えればこう右クリックでこれを選んでとかってやった方がいいんですけど、私なんかアイスカジーとか設定さあったりするので、アイスカジーとかってやるとこういうふうにアプリがパッと出たりすることもあれば、ここになぜかアプリが出ずにウェブ検索みたいなリンクしか出ないみたいなこともあったりとかして、でもそれが再現できないんであれなんですけど、例えばじゃあパーティションとか、まだアプリ出てないですよねここでパーティションぐらいまで入れると、まあ、ディスクマネージャーが出てきたりするんですけど、まあ、この検索窓がまあそもそも使えねえだろうみたいな話になるので、じゃあこのエブリシングみたいな検索窓をこういうところにつけられないのかっていうのができるようになったっていうのが今回の話です。はい、で今月末公開になってるのでエブリシングツールバーっていうのがあるので、ちょっと私はあえて Windows 10でやってみたいなと思います。と Windows 11の場合は綺麗にインテグレーションできるようになってるっぽいんですけど、ちょっと10の場合は他のアプリを組み合わせるの推奨となってるんで、私の場合ちょっとこのパターンで入れてみたいなと思います。はい、今やりました。ですね、10の場合は標準の検索窓を消すことは、まあ、やろうと思ったらできるんでしょうけど、出っ放しだな。これエブリシングの設定をどうやって変えるんだろう。ひとまずバグを1個見つけたんですけど、DR ディスプレイでメインモニターじゃないところにタスクバーがいるとそもそも落ちますね。まあ、これちょっと将来的に変わるんじゃないかなと思うので、ひとまずこれをカレントディスプレイに変更しようかな。はい、これで多分大丈夫と思います。出ました。こんな感じのウィンドウが開くので、設定があってスタートメニューの検索を置き換える、これいけるんかな。あ、いけますね。すげえ。これ Windows の検索窓あるじゃないですか。ここにもう .jpeg とかって入れるとここで出ますね。でこれいいところは正規表現とか使えるので、ちょっと Linux 使いの人はすごく便利かなと思います。はい、まあすごく便利ですね。まあ私ちょっとこのエブリシングは結構ドハマりしてるんですけど、 Windows の標準検索のところでNAS のファイルまで探せるんだったらもう言うことないかなっていう感じがします。今まではこのタスクバーとかにいるエブリシングを起動して開いてみたいなことをしたんですけど、このウィンドウを開くっていう作業が必要なくなるのはすごくメリットがあるかなと思います。まあ、あと検索の範囲を自分で限定できたりするっていうこともあるので、まあ、Windows のシステムファイルとかどうでもいいところをリストから除外しておくと、まあ、普段開発系やる人って自分が今本当に使っているファイルなのか開発用に用意された別のものなのかって分かりにくくなっちゃったりすることもあると思うんですけど、その辺を意識せずに切り分けて使えるっていうのも非常にメリットかなと思うので、このエブリシングっていうのを使ったことない方はぜひアプリでいいので一回使ってみていただきたいのと、まあ、今回のエブリシングのツールバーインテグレーションっていうのは意外と便利そうなので、まあ、Windows 10、11それぞれ、まあ、今までの検索ツールに不満を持った方は使ってみていただけるといいかなと思います。